こんにちは。風の音色、心と体を緩めて楽な毎日をの放送です。私、茅ヶ崎ハッピーフロー気候サロン主催、伊藤誠です。どうぞよろしくお願いします。今日はゲストにインディアンジュエリーショッププラウドのオーナーでの奥野奈美子さんに、ゲストに、ね、来ていただいています。奈美子さん、一言どうぞよろしくお願いします。はい、茅ヶ崎のインディアンジュエリーショップを経営しております奥野奈美子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、奈美子さんにはですね、9月の放送、古代のエッセンスを今に生かすにね、ご出演いただきまして、今日が2回目のご出演となりますけども、ね、はい、今日のテーマはネイティブアメリカンの知恵を今に生かすということで、ネイティブアメリカンの知恵、ね、今に生かすお話をゆっくりとお聞きしたいと思います。はい、よろしくお願いします。今日は2015年12月で、はい、ね、今年もあと少しなんですけども、本当に ね、あっという間ですね。あっという間ですね。で、今年2015年を表す漢字一文字が先日ね、発表されましたね。発表されて、安心の安、安らぎという字が2015年を代表する言葉、漢字になりました。安心や安らぎの安ならばいいんですけども、安保法案関連やテロや異常気象など、ね、人々を不安にさせた年でもね、ありますね。そしてそんな中で人々が安らぎ安心を求めた年でもありますね。そんな中で心になんとなく漠然と不安を抱えて安らぎを求める時代、でここ数年ね、ネイティブアメリカンの知恵が注目されてきてますよね。そうですね、なんか耳にする回数が増えたかなって感じますよね。で、あのね、前回、前々回かな、にも放送しました縄文の知恵とかね、ネイティブアメリカンの知恵がここ数年注目され始めているんですけども、じゃあね、なぜ今ネイティブアメリカンの知恵が注目されているのか、じゃあ奈美子さん、ネイティブアメリカンにね、よく足を運ばれて、いろんな、実際にね、生活や知恵や文化を見たり聞いたりされていると思うんですけども、なぜ今注目されているのか。そうですね。まあ、あのすごく難しいとは思うんですけれども、あの、まあ、一つとして、とてもあのネイティブアメリカンの生活っていうのは、本当にシンプル、素朴でシンプル、その一言につけるんですけれども、素朴でシンプルで、そこがやはり今のこの現代の生活に何かちょっと忘れかけてるものなんではないかっていうものを、皆さんがなんとなく不思議と気づき始めた時代なんではないかなと感じてるんですけど、物が溢れてとても便利になって生活しやすくなった今、ちょっとでも何かが足りないっていう、何かが足りないな、その何かが足りないの、そのヒントが、実はこのネイティブアメリカンの教えだったりするんではないかなっていうふうにちょっと感じてるんですけれども、そうですね、本当にもうね、物は溢れて、だけども何か満たされないなという、何かが満たされないなという、ポカーンと、どこかどこだか分かんないけど、ちょっとポカーンとしてるところが、ポカーンと空洞が空いてるような、そんな感覚をね、感じてる方も多い時代なんだろうなと思うんですけども、そこにこうネイティブアメリカンの詩とかね、文化とかがね、そこに触れた時にスーッとそのポカンと開いたところに入ってくるような感じがありますよね。で、そうね、なんかこうスーッとそのネイティブアメリカンの感じが入ってきた時に満たされていなかったところがふっ
と緩んで、うん、暖かくなるようなね。そうですね、うんうん、安らぎ、今日のテーマの安らぎでもありますけどね、はいはい、2015年にこう足りなかった安らぎでもありますけどね、うんうん、その安らぎをふっとね、うん、感じるものが ね、 ねありますね。はい、素朴な生活っていうのは一見本当に、うんまあ、素朴なんで何にも面白みはないことだったりするんだと思うんですけれども、うんうん、実はその素朴ってじゃあ何だろうっていうことだと思うんですが、うん、やっぱり身近にある自然、自然、はい、自然に本当に密着して生きてきていたんですよね、うんはい、で私たちも当然そう無意識にしているはずなのに、うん、なんかそのあるものが当たり前のようで、うん、あの見えなくなってしまっている状態が今だと思うんですけど、うんまあ、そこをあの本当にこう耳を研ぎ澄ませ目を研ぎ澄ませ、うん、本当に自然に耳を傾けて生活してきた、うん、その素朴なインディアンの生活が今本当に注目されて必要されて ね、 ね今ねあの安安らぎを求めているこの時代にこそ生かされていく、うんね、そうですね、うん、ものだなって感じますね、うんうん、そうね。ネイティブアメリカのねあの私も2004年11年前に訪ねたんですけども、奈美子さんはね割と頻繁に、うん、そうですね、うんまあ、ここ数十はちょっと行ってない、ね、あの子供 の、 あの学校関係の行事とかで、うん、なかなか行きづらくなってるんですけど、うんうんはい、もう何度も何度も足を運ばれて、ねね、文化に触れてこられたんですよね、うんはい、ネイティブアメリカの、ね、写真を何枚かお持ちしたんですけども、ですねうん、モニュメントバレーですね。私2004年にモニュメントバレーに訪れまして、うん、実際にインディアのおばさまとお話をしたりとかね、うん、したんですけども、はい、こちらの写真ですね、うん、やっぱりなんだかね初めて訪れた土地なんですけども本当にね、うん、ほーっとするんですね、うん、体中がほーっとするそういう感覚がね、うん、なんかその時ねすごいですよね、大自然のパノラマ、ね、パノラマでね、うん、感じましたね、うんうん、そう、うん、そのねネイティブアメリカンインディアンの方たちが大切にしていることに、うん、インナーワールドとアウターワールドのバランスということがあるそうなんですけども、うんはいうんうん、ね、ナミコさんにねインナーワールドと、うんアウターワールド、はい、というのはどういうことですか？はい、インナーワールドっていうのは、うん心の、その内側にあるもの、うん、精神的な世界、うん、そしてアウターワールドというものは、目に見える物質や、お金や、地位とか名誉、うんうん、そういったものも含まれると思うんですけれども、はいうん、外側の世界ですね。外側の世界ね、はいうん、その2つの世界が、うんをとても大切にしているっていうことに私は初めて知った時に衝撃をやっぱり受けたんですよね、うんうんはい、そう、そのインナーワールドとアウターワールドのバランスを大切にしてるんですよね、うん、はいそうなんですね、うんうん、バランスを大切にしていて、うん、でインナーワールドを育てるということの日常生活、うんうん、日々の生活でね、大切にしているそうなんですけども、うんそうですねうん、インナーワールドを育てるということはどんな感じなんでしょうか、うん、内側の精神的な世界、はいね、先日ちょっとお話ね、うん、させてもらった時に、うん、インナーワールドを育てること、うん、内側の精神的な世界を育てるということをね、うん、子どもの頃からしているんですよ ね、 そうですよね、うん、子供の頃からしていて、うん、そのインナーワールドがとても豊かになり育つことでアウターワールド外側や周りで何が起こっても振り回されない、うんうん、で生きづらい世の中でも心は豊かにぶれずに生きれるというところが、うんはい、イン
ディアのね。そうですね、うん、こうインナーワールドとアウターワールドのバランスということで大切にしている、うん、まあ、そうですね、そういうことなんですけど、うん、そのじゃあ果たしてインナーワールドって何って、うん、多分思ってらっしゃる方多いと思うんですが、うん、その精神的な世界なんですけれども、うんうん、それを育むっていうそのインディアンはプラクティスっていう言ってるんですけど、うんまあ、訓練を本当に小さな子供からその2つの世界があるっていうことをまずしっかりと教えて、うん、子供の頃から教えてるね、はい、もう生まれた瞬間からっていう感覚なんだと思うんですけど、本当に小さなその命が誕生した瞬間からそれを本当に教えていこうという姿勢がとても素晴らしいなって思ってるんですけど、そのインナーワールドじゃあ果たしてどういうふうに育てたらいいかっていうところがとてもなんか不思議な感じがすると思うんですが、そう子供の頃からインナーワールドを育てるっていうと日本だとなかなかない、うん、ね、ふっと浮かばないですよね。なんですが本当に身近な、うん、その先ほどもちらっと話しましたかね、うんうん、自然から学ぶっていうことが全てなんですけれども、はいうんはい、本当にインディアンたちは、うん、その自然から学ぶっていうことを本当に本当に深く追求しているんですね、うんうんうん、なのでその自然を学ぶ姿勢っていうことを常に持っているので、うんうん、それがだんだんとその最初は何も感じなかったかもしれないところから、うんうんもう本当にいろいろなものを感じ取っていく、うん、その心が自然とやはりその自然を見つめるっていう行為によってすごく豊かに豊かにだんだんとこう気づかないうちに育っていくっていうそういう世界なんですよね、うんうんうん、なのでまあ分かりにくいようで誰でもできること、うん、本当は誰でもできる、うん、とてもシンプルなこと、そうなんですね、うん、はい日本だからできない、うん、アメリカだからできる、そうではないと思うんですよね、うん、なので本当に身近にある植物や動物や、うん、そういう太陽とかもう本当に当たり前なんだけど当たり前にある自然ね、はい、うん、果たしてそれは、うん一体どこから生まれたんだろうかとか、うんまあ、いろいろな角度から考えてみる、うん、そんなところなんじゃないかと思うんですけどね、うんうんはい、そうね自然本当に、ねうん、身近にありながら当たり前になってますよね、うん、そうですね、うんうん、当たり前になってて当たり前になってると何度言ってももう当たり前になっちゃってるんですよねそうなんですよね、うん、でもネイティブアメリカの人たちは、うん、その自然を深く観察するというところが、うん、そこが素晴らしい そこなんですね、うん、ただこう触れるというだけではなく、うん、日々の生活の中で花一つにとっても深い観察をしていくんですね、うん、そうですね、うんでそこで、うんね、今日、ね、ここにもお花がありますけども、ね、あ綺麗だなと眺めるだけではなく、うん、花びら一つ一つ深く、うん、どんな形なんだろうとか、うん、深くこう観察していくことで、うん、そこにある花びらの精妙さとかね、うんなんか本当に感覚的なものだと思うんですけれども、うんうん、その見ることによって時間をかけてじっくり見つめることによって何かこうあこういうことだったんだっていうなんか本当に直感的な直感的に、ね、感覚的な学びがあるんだと思うんですよね、うんうん、理屈じゃないと思うんですね理屈じゃないところですよねなのでそれはもしかすると人によって様々かもしれなくて、うん、それは違うからあなたの言ってるのはことは違うとか、うん、そういうことではなくて、うん、その方が感じたそのものがやっぱり答えというか、うん、その感じることが何を感じるかが大切なんだと思うんですよね、うん、でもなかなかしないですよねこう、うんまあ、こういう綺麗なお花はともかく、うん、例えば雑草とか、うん、枯れちゃってるお花とか見て、うんこう足を止めて心を奪われるっていうことはまずないと思うんですが、うんうん、でもそういった全てのものからも
何かしらこう感覚を感覚、うん、あの感じる感覚を研ぎ澄ませるっていう、うん、そういった練習が、うん、あの彼らはすごくしているんですね、うん、それを練習として認識してるんですよね、うん、そこがなんかあのなんだろう、そんなくだらないことって思うかもしれないんですけど、うん、こう文明が発達していくほどにそういうことは、うんね、まあ、なくなりつつどうしてもなってしまいますよね、うんうん、でもあのちょっとした瞬間にそういったことが頭の片隅にでもあれば、うんうん、なんかその先ほど言ったバランスなんですけど、うん、偏りすぎないように自分が忙しくて、うん、本当に毎日の生活に振り回されてしまって、まあ、物質の世界に振り回されるっていう時も当然あるんですけど、うん、でもそういった振り回されつつもでもどこかでちゃんとバランスを保とうっていう意識があるかないかで、うん、全然違ってくると思うんですよね、うんうんうん、そうね、はい、そうね、うん、お花ね、うん、お花、うん、本当に、ね、深く観察していくと花びら一枚一枚の精妙さとかね、うん、その中にこう自然の働き、うんうん、自然の働きの豊かさというのをこうふーっとふーっと湧き上がってくるこう感覚、うん、ありますよね。それがまさにまさにそうですよね。直感というか、うん、ね、うん、ふっと湧き上がってくるものね、はい、その豊かさこう素晴らしさ、うん、豊かさというものがうん。そこから受け取る、うん、自然から受け取るメッセージ、はい、うん、そうですね。でそこがね、なんて言ったらいいのかな、うん、そこにこう、うん、命の大切さを、うん、感じる、うんうん、そうすることによって、うん、やっぱり大切なものって、うん、多分ではなく絶対にそこだと思うので、うん、あの文明が進化して生活しやすくなった今も、うん、とても素晴らしいと思うんですけれども、うん、それになおかつそこを忘れずにいけたら、うん、どんなに素晴らしいかっていう、多分忘れてしまってるから、うん、なんとなく大切なものが見えなくなってしまって、うん、ちょっとポカンと、さっき最初に話をした、うん、ポカンと入ってるところねそうなんですよね、うんうんうん、それで一体うん、何をやってるんだろうみたいな、そういう疑問とか、うん、ちょっと間違えてしまって問題が多発しているように感じるんですよね、うん、そうね、うんうん、本当に身近にある私たちを取り巻いている自然、うんうん、当たり前のようだけど本当になかったら、まあ、私たちは生きていけないものですよね、うん、そうですね、うん、そこにこう感謝ということも日々当たり前すぎて忘れてしまうところでもあるんですけども、うん、その自然に身近にある自然をいつも感じて、うんうん、そして、まあね、例えば今お花の話が出たんですけど太陽もいつもあって当たり前なんだけど、うん、そうなんですよね、うん、だけどその太陽をこう深く感じてみるとかね、うん、その太陽の豊かさ、それから恵み、うんうんね、なくてはならないもの、うんうん、そして自然だけではなくて、例えば自分たちのね、私たちの体、うんうん、五体満足であったり、うん、あるいは、まあ、手がいつも働いてくれることとかね、当たり前のようだけどそれがどれだけ豊かなものなのか、うん、そうですね、うんうん、ね、うん、自然を観察していくことでこう生命の大切さ、うんうん、を知ると同時に、なんかこう生きることの意味を感じることにもつながるような気がしますね、うん、そうなんですよね、すごく深いんですけどね、うん、あのそうやってどん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  なぜか不思議とその単純なことが一番大切だなっていうのはそこで、うん、その単純な動作がすごく心がだん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 とこう広がっていって、うん、最終的にはそういう本当に生命の大切さ、うん、そこまで行き着くことが誰にでもできると思うんですよね、うん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 、なのでそこが今
ちょっと見落としがちな、うん、見落としがちなところね、見落としてない方もたくさんいらっしゃ る、うん、いらっしゃるけどね、いらっしゃいますよね、はい、うん、なんかそこだけがっていうことではないんですけど、うん、ちょっとそれを頭の片隅に入れておくことは必要なのかなっていう感じがしますね。はい、うん、ね、そうネイティブアメリカンの方たちは子どもの頃から、ね、うん、それをやっているという子どもの頃からというのがとても素晴らしいなって ね、とても思うんですけども、うんうん、前回ね11月の放送で、うんうん、ママの子守歌というタイトルでね、はい、昨日言っていただいて繋がってるなって思いました。そう、繋がってるんですよね。繋がってるんですね、うんうん、そう、11月は、うん、ね、古代楽器の演奏家の高橋誠さんと、それから子どもの、ね、教育やママのケアをされている茂木留美子さんをね、ゲストにお迎えしまして、命の価値観と社会の価値観ということをね、うん、お話していただいて、ね、素晴らしいお話でしたね、うんうん、していただいたんですけども、うん、そのね命の価値観ということが今ね現代に少し薄れてるなという感じがありますよね、うん、というね、うん、そんな話を ね、うん、しまして、でもネイティブアメリカンは、うん、子どもの頃から、はい、うん、その命の大切さを自然に伝えることをしてきているんですよね。そうなんですね、うんうんうん、まあ、何度も復唱になりますけどね、うん、なんか今のやっぱり子どもたちってすごくなんとなく言葉で言うと冷酷かなって思ってしまう瞬間がたまにあってヒヤッとするんですけど、私も子どもがいる親なので、うんうん、何年生と何年生でした？小6と中1です、うんうんうん、はい、まあ、一番ちょっと多感な時ですね、時なんですけどね、うんうんうん、でなんかちょっと危険だなって感じることがあったりとかするときには、ちょっと忙しくても向き合って話をしたりするようにはしてるんですけど、なんとなくそれが現代の子どもたちって、うん、やっぱり大切なものってなんだろうっていうところにすらこう着目しないで、ただ生きている、ただ生きているというか、ただ生活して、ただ生活しているという感じ、うん、そうですね、うん、まあ、小学生でも今勉強がすごく、うん、みんな塾とか行ってたりしますし、うん、そういう毎日習い事だらけの子も結構、うん、時間に追われちゃってる、ね、うん、頑張ってる子が多いんですけど、うん、でもそれってなんかこう本当に頑張ってる、何か目標があって頑張ってるのはいいと思うんですけど、うん、ある時やっぱり人間なので、うん、壊れちゃう時もあると思うんですよね、うん、そういった時に何のために勉強してるんだろうとか、うん、何のために生きてるんだろうとか、それこそなんか思っちゃう子もいると思うんですよね、うん、そういった時にどう答えてあげられるかっていうのがなんかとても大切かなって感じますね、うん、はい、そうね、なのでそういう小さな子供の頃から、うん、インディアンの生活にこうベースとある、ね、あるような、うん、命の価値観ね、そうですね、うん、そういったものを本当に自然を通して教えてあげたり、うん、そういった習慣が少しずつなくなりつつある気がどうしてもしてしまうので、うん、うん、そうね、昭和の頃の子供時代を過ごした私たちは、うん、ね、もう遊び、木に登ってね、帰ってこなかったり ね、菜の花摘んだりね、うん、自然と一緒に自然に過ごしてましたからね何時間でも花畑にいられたみたいな、何時間でもいられましたね時間を忘れるんですよね、それが、うん、まあ、それはね、時代とともになくなってきてしまったものは仕方ないとしても、ねね、うん、でも今できることも当然たくさんあるので、ちょっとそこが、うん、そういう勉強するのもすごいと思うんですけど、うん、でもちょっとそういうふと1日5分でもいいから、うんうん、なんかそういう自然と戯れる時間や、難しいですけどねまあでも難しく考えなくても本当にいいんで、うん、例えば、ね、本当に家にある花瓶の花眺めて見てごらんとか、うん、そんなんでもいいと思うんですけどね、そうね、うん、
ほどね、うん、そう、なんか日本のね、うん、日本の教育というのは、うん、ね、幼稚園に入ってもうひらがなの練習したりね、うん、読み書き足し算引き算でね、うん、で小学校入ると今度九九が入るのかな、九九が入ってきたかな、うん、でもなんかとね、私も子供が今大学受験の時なので遠い過去なので忘れちゃったんですけど、ね、忘れちゃったんですけど、読み書きね、足し算引き算でね、うん、で本当に子供が小さい頃から学校に上がると点数通知表、うんうん、ね、うん、でね、これはねまたね11月の前回の放送、ママのための子守歌だと本当に共通するところなんですけども、うん、そうすると点数とか数字による評価、うん、ね、ね、ね、本当ね、本当ね、本当ね、先生による、うん、ね、あるいは他の方による他人の評価、そうなんですね、うん、それが苦しいですね、苦しいね、うん、でそこにこう命というところの価値観がやはりこう薄れがちだなというのは、うんね、前回の放送と本当にね、うん、あの共通するところでもあるんですけども、そうですね、そうね、うん、なのでネイティブアメリカンの子ども子育て、ネイティブアメリカンの子育てね、うん、はその読み書き足し算引き算そこに入る前に命の大切さをね、うん、何度もここを繰り返しているところですけど、うんうんうん、命が大切なんだよ、ね、そこを何度も何度も自然とともにね、うん、子どもたちにお伝えするんですよね。そうなんですよね、うん、もう教科にあるのか、ちょっと実際のその教育の現場を見たわけじゃないんですけど、うんうんうん、あのもう国語数学とかがあるように、うん、そういう時間が多分あるみたいなんですね。ね、そう、小学校に上がったりしても、うん、そういう時間があるのね。はい、うん、まあ、それであのそういう自然のカチーナっていう、うん、あの精霊の今お守りとして、うん、あのカチーナドールね、カチーナドール、うんうんうん、はい、聞いたことあると思うんですけど、うん、カチーナドール後でちょっと見せてもらってもいいですか？それって今お守りとして販売されたりしてるんですけれども、うん、まあ、知られていると思うんですけど、うん、あのそれの元をたどると、うん、なんかその子どもたち、インディアンの子どもたちにその教える教材として分かりやすくその自然界の精霊の形をかたどって教えていたっていう、うん、それが元になっているのね、出来上がったものがカチナドルと言われているみたいなことをちょっとね聞いたことがあるんですけれども、うんうんうん、カチナドル今お持ちしていただくことはできますか？ちっちゃいですか？いいですか？なんか申し訳ない感じのやつしかないんですけど、あ、かわいい、こんな感じあの羽とか取れちゃってごめんなさい、これ私の私物なんで、うん、あ、はい、あのなんですけど、これはあのこちらがカチーナドールですね、はい、カチーナドールで、うん、戦う精霊だったかなこの子たちは、うん、はい、なんかそういう本当に何十種類とあるんですけど、うんうん、そういう、まあ、自然界には、うん、そういうあの花びら一つにも精霊が宿っていて、うん、もう本当にたくさんの命、うん、精霊が、うん、あの溢れてるんだよっていう、そうですね、そういうことを、うん、あの楽しく学ぶための多分教材だったんだと教材だったの、ね、思うんですよね、うん、でもすごくやっぱり可愛いので、うん、あの私も現地に行くとついもうこういうもの大好きで、うん、ジュエリーそっちのけで結構見てるんですけど、はい、なのであの、うんうんうん、すごくね、あの綺麗だし彩りもなんかいちいち意味があるんですよね、うん、このリボンとかの色で位があったりとか、うん、あと、うん、やっぱりこのペイントされてる模様、うん、こういうモチーフにもいちいち意味が、もう意味があるんですよね、はい、なので同じものは2つとなかったりする場合もあるんですけど、その意味も全てインディアンの方たちは自然を観察する中から、うん、 そうね、そのね形に意味をきちんとね、うん、そう、うん、メッセージしてますよね、はい、うん、そこが大好きなですけどね、いいですよね、はい、うん、そう、私もねカチーナドールってお守りだとばっかり思ってた、うんうん、でも、うん、あの実際お守りの意味もあるんですけどね、うんうんうん、ただその最初はそういう教える教材として、うん、じゃあこれその形を知った上で、ね、あ、じゃあこういうお守り、うん、あの意味があるんだ、うん、じゃあこれを持ってると
守りになるかもしれないとか、そういった感覚で飾るっていうことなんだと思うんですよね。なので知ることから始まって、知ったところで、じゃあ今度は知ったところからお守りに変わるっていう感じでしょうかね。全ては知ることから。そうね、はい、うん、子どもたちに小さい頃からこう命の大切さ伝えることで、ママたちも一緒にこう自分に言い聞かせる、うん、そうね。ルミコさん、ルミコさんね、素晴らしいと思ったのが、ね、聞いてる自分が、うん、言ってる自分が一番聞いてるっていう言葉、うん、そう、本当にね、それそのものだと思うんですけど、うんうんうん、やっぱりなんかそういう答えを求められた時に自分が教えてあげることによって自分も再確認する、それで育っていくっていうことの繰り返しなんじゃないかなっていうのをね思うので、やっぱり、うん、子供が何かこう質問してくると思うんですけど、いろいろその時になんか曖昧にこう流すんではなくて、一回一緒に立ち止まって考えてみるっていう、それだけでもいいと思うんですよね。なのでそういう分からなくても考えてみる、で自然からヒントを得てみる、自然からヒントを得てみる、はい、お母さんと子供のね、はい、なんかふっと優しい時間が増え、少しずつね、少しずつ増える感じね。簡単なことなんでね、あのどなたでもできることなんで、ね、そうね、どこにいてもできることなんで、はい、そうですね、はい、うん、そこの子どもの頃から命が大切だよというベースがあるのとないのとでは、やはりね、あの小学校中学校高校と何かがあってつまずいたとしても、うん、ね、つまずいたとしても、うん、あ、でも命が自分にはあるんだよ、そうそう大切な命があるんだよってね、うん、そこをベースに考えられるというか、うん、点数が悪かったからどうこうとか、そういうね、うん、外からの評価ではなく、うん、本当にこう自分を大切に、命を大切にというところがね、うん、そうですね、できたら、うん、すごくいいんじゃないかと。いいですよね、うんうんうん、実はね、私気候の、ね、気候サロン主催しているんですけども、あ、そう、奈美子さんも実は一回来てくださったことがあってね、で楽しかった、楽しかった、うん、どんな感じでした、気候、あの、うん、でもなんかすごく、まあ、失礼な言い方かもしれないんですけど、いい普段無意識にやってた動きがあって、あ、うんうんうん、私的にはすごく嬉しくなっちゃって、あ、うんうん、なんか、あ、これで合ってたんだじゃないけど、なんか疲れると無意識にこう体ゆらゆらしてたりとか自分でもやったりしてたんですけど、なんかそういうことが本当にこう、あのベースとなって、こうエネルギーを感じるこういう動きとかもなんかね、すごくすぐスッと入っていけたんですけど、あのいい時間ですよね、うん、いい時間ですね、ゆるほっとする時間ですね、そうね、多分なめこさんもこうネイティブアメリカンのね、あの知恵にいつもこう触れながらだから、自然と触れながらだから、自然とこう自分の体をほどくってことをやってらしたんですよね、それがこう気候のレッスンととても似てた感じがあったんですね、嬉しくなっちゃう、嬉しかったね嬉しかったですね、はい、うん、そう、気候もですね、自然界の動きというのは、あの、自然界の形は直線がないんですよね、直線がないよね、ね、木々にしても花の花びらにしても、ね、月にしても太陽にしても、波にしても、自然界の形というのは直線がなくて、丸、波、螺旋、全てがね、柔らかい曲線を描いている、いるんですね、で気候ではね、その自然界の柔らかい螺旋の動きをしていくんです、そしてこう体をね、伸ばすとか縮めるとか力を入れるとか、そういうね、一生懸命な動きではなくて、自然界にある丸、波、螺旋、そういう曲線を描きながら、緩みながら揺らいでいくんですね、そしてそのわずかな動きの中にある自然の豊かさを感じ取っていくんですね、
なので今日ね、あの自然ネイティブアメリカンは自然をとても大切にし、自然とともにいつもこう ね生活している知恵ということをお話していただいたんですけども、気候もね実はとても近いものがあり、ね、うん、動きの中にね自然を見つけ、うん、そして、うん、その動きの中に、うん、ふとねこう命の豊かさがふっと湧き上がってくる瞬間があるんですよね、うんうん、そこがね、うん、本当に素晴らしい感覚ですよね。素晴らしい感覚ですね、うん、優しい感覚ですね、うんうん、なんでね、うん、私もあの逆にネイティブアメリカンのお話を聞きながら、あ、反対にですね、反対に、うん、あ、そこは気候ととても共通してるとね、うん、感じてましたね。本来のことって同じなんでしょうね、うん、あの同じなんで大切なことはね、うん、それに気づくためにいろいろな手段があるよ、うん、っていうことなのかなって最近思いますね、うん、なんか行き着くところが全て同じだったっていうのが、うん、この前の縄文時代の話を聞いて思いましたしね、うん、はい、本当ね、うんうん、縄文時代やネイティブアメリカン、そしてね、私気候もそうなんですけども、うん、ほっとほどけて、うん、命がねほっとほどけるようなそんな時間、うんうん、あの安安らぎを求めるこの時代にね少しずつでも取り入れられたら、ね、いいですね、いいなと思いますね、うんうん、ではね、こちらもネイティブアメリカン、インディアンに古来から伝わる癒しの言葉なんですけども、ホーミー・タクヤセンという詩集です。ネイティブアメリカンにね古来から伝わって人々を癒す言葉、うんうん、で今ではアメリカの病院の臨床でもね使われるほど、とても免疫力を上げて病気を早く治すと言われていますね、うん、ね、とても優しい詩集なんですけども、うんうん、少しだけ朗読、ね、うん、してみましょうかね。すべての人々の心が平和で満たされますように。そして今この聖なる時に愛が訪れますように。私たちはこの世に人間として生まれてきましたが、人を愛したり愛されたりする表現がうまくできずにいます。そういうふうに条件付けられてしまったのです。でもこの世に生まれてきたのは愛し愛されるために生まれてきたのです。言い換えれば、私たちは全てが愛で生まれたものから成り立っているこの世に愛を表現するために生まれてきたのです。大地に触り、大地に横たわってください。母なる大地に助けを求めてください。私たちはこの大いなる宇宙に限られたほんの少しの時間しか存在することができません。ですから自分が一番本来の自分らしく美しくなれるように努力しましょう。皆さんは本当に美しい存在なのです。ですから本当に美しい自分自身になれるよう努力しましょう。うん、素敵な詩ですね、優しい詩なんですよね、うんうん、で、ね、あの気候でもこう体にありがとうって伝えていったり、うん、前回のねルミコさんのありがとうワークでも、うん、自分にありがとうありがとうってこうね言葉をかけていったんですけども、うんうん、このホーミー・タクヤセンでもね、体の各部分にありがとうありがとうって伝えていくんですね。あ、うんうん、大切ですね。大切ですね。うん、なんかね、うん、ね、ホーミー・タクヤセンね、うん、今後も少しずつご紹介できたらいいなと思います。うん、
では、ネイティブアメリカンの知恵を今に生かす、うんね、またお話を聞かせてください。はい、はい、ちょっとね、深いんで深いから、ね、私もまだ勉強中の、まだ本当に一かけらしか理解してないと思ってるんで、またこれから学んでいこうと思っております、またまたぜひぜひ、ね、はい、お話を伺わせてください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、では、ネイティブアメリカンの知恵を今に生かす、今日はこんな感じで、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。